水曜中華なびらユンタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして6月の27日火曜日、旧暦のうちなぐいみでは5月の4日なといび。さあお送りしていきますユンタンジャ出番ですよ。今日も1時間お付き合いをいただきたいと思います。いやーね、このエミタンソン地域振興センター3階エフェメタンの本スタジオから見る南側の景色、もうね雲も夏っぽい感じがしてきてね、入道雲っていうまではいきませんけれども、なんかそれのようなね青い空とマッチしてるわけなんですが、しかし昨晩の雨もまたすごかったですね。時折こう沖縄本島地方中南部含めてなんですけれども、雷洪水、警報などが出たりとかして、本当に一時期はちょっとびっくりしたわけなんですけど、でもそれぐらい強いね、雨風を伴う感じでね、流れていくように去っていったわけなんですが、まあ、今朝明けますと、まあ、このような形で、たった今沖縄気象台11時発表天気予報によりますと本日の最高気温は32度、このあと12時から3時までがトップピークねなりますので、ぜひともねこのあと熱中症などお気をつけて、まあ、連日沖縄県からもですね、熱中症に注意してくださいっていうアナウンスが流れておりますので、どうか、外で、お仕事をなされている皆さん方はね、水分の補給、まあ、時折はまた塩分なども、吸収した方がいいということを言われておりますので、ぜひね、ご留意なされていただきたいなと思います。さて風は南西の風、後南の風に変わりまして、本日は夕方から曇り、ところにより、昼過ぎから、雨ということになっているようでございますのでね、若干厚い雲が流れてくるときには気をつけていただきたいと思います。それでは1時間お付けください。お相手はなくせんとまるです。ゆたしくうにげさびら。さあお送りしてきますユンタンジャ出番ですよ。今日もゲストを迎えての1時間、まあ毎日毎日いろんな方が入れ替わり立ち替わりの1時間でね、ラジオを聞いている皆さん方にとって今日は誰なのかなって思いながらね、たまに誰もいない時に俺が1時間喋るとね、お前喋らなくていいから音楽流してって言われたりするわけなんですけれどもね、今日は、素敵な方をお迎えしております。初出演でございますね、この方です。はい、こんにちは。京都から参りました、はい、ラジオミックス京都というところでパーソナリティをしています、はい、DJ ネームアーミンと申します。よろしくお願いします。 DJ ネームアーミンさん、はい、じゃあ今日はアーミンさんでいきましょうかね。はい、アーミンでお願いします。はい、先日もね、この番組にもご出演いただきましたけども、先週ですね、大学生がラジオミックス京都さんの、ご配慮によって私どもの方でインターンをされた2人の大学生がいたわけなんですが、昨日変えられましてですね、入れ替わりということでもないですけれども、はい、アーミンさんがね、はい、入ってきたということでございまして、今日から3日間、はい、社会人でインターン、いわゆる、まあ、OJT、はい、オンジョブトレーニングということでございまして、企業研修ということでね来ていただいたわけなんですけども、まあ、ラジオのお仕事を、まあ、経験してみたいということで、はい、大学生じゃないんですよね。そうですね、ちょっと小柄で若いから大学生っぽく見えるんですけど、全然もう社会人何年言えないぐらい。すいません、はい、すいません。あ、そうですか、はい、なんかこうね、ちょっと華奢な感じがして、まあでも本当にこうラジオのお仕事をねなされていきたいということでね、はい、学びたいということで今回も来ていただきましたけども、まあ、昨日沖縄に入られたということで。そうです、昨日のね、アミさんちょうどまだ今はあれです、うん、大阪というか神戸空港にいる時間ですね、うん、まだ沖縄には、はい、あ、神戸から入ったんです。そうなんです、神戸から来ました、うん、沖縄っていうところには何度か来られた、はい、あるんですか。はい、本当にも、うん、何回 3,4 回は来てますし、宮古島にも1回行ったことあります、うん、じゃあなんかなんで観光
観光ですね、うん、で、あの都出身というかの子と、うん、まあ大阪で出会って、そうです。でその子に何回か沖縄に連れてきてもらいましたね、うん、あの宮古島とかも含めて。そうなんだ、はい、なるほど。読谷には初めてです。はい、いいとこですから。いいとこですね。はい、もうぜひともね、楽しんでいってもらいたいと思いますけれども、はい、さて、まあ、ラジオミックス京都ということで、私としてはまあ同じね同業なので、同じパーソナリティということで、いるとこをね、今日は、京都の話題なども伺っていきたいなと思うわけなんですけども、はい、まあ、まずね、そもそもですけども、ラジオミックス京都、はい、伺いました。京都市のなんか北の方にあるんですって。そうです、北区と上京区に主にこう走ってる、うんうん、あ、電波コミュニティ、はい、そうです、電波を走ってるコミュニティ FM になるんですけども、うん、京都は結構多いですね。多いですね、コミュニティ放送局ね、多いです。でここはでもまだできてちょうど1周年っていう、うん、あ、そうなんですか、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、すごい、昨年の5月の末にオープンしまして、いい、はい、そこからもう本当駆け足であっという間の1年でしたね。そうですか、はい、じゃあ、 あのアミさんもその開局からのパーソナリティで。そうです、開局からいます。で私は、うん、まあ、当時未経験からの、初めて、はい、あのここが本当、あのラジオミックスが初めてだったので、本当に右も左も分からず、うん、でやっぱりそんな状態なので、最初から一人で番組っていうのはね、ちょっと難しいので、最初はアシスタントとして、うん、あの番組に就かせていただいてたんですけど、うん、去年の、まあ、12月ぐらいから徐々にこう、うん、半年ぐらい経ってから、はい、あの、うん、一人でもやってみようかっていう研修が始まり、そして、まあ、今に至るんですけど、うん、まあ、まだまだトークにしても技術にしてもいろいろ満たない部分がすごくあるので、ぜひこちらでちょっと学ばせていただこうかなと。いやでもすごいよね、こうなんていうのか、大人になってから、はい、あの他の会社に行って勉強しようなんて、ね、発想はあまりないんじゃないかと思うんだけどね。そうですかね、よくぞ来ていただきました。いえいえ、こちらこそよくぞお招きあのいやいや承諾いただきまして。あ、そうですか、はい、でもあの半年間でもアシスタントをさせていただいてから、まあね、あの番組を持ってるということで、はい、今現在もじゃあ番組を持って、はい、週に1回ですけども、え、ちょっとよかったら 番宣を、はい、ありがとうございます、はい、あの毎週水曜日の、うん、朝の11時から、うん、京都リバーサイドウォーク水曜日の担当しています。で京都リバーサイドウォークっていうのは毎日やってるの？そうです、その中の水曜日担当、帯番組で、はい、その中の水曜日を担当しています、はい、なるほど。 FM87、 FM の、87.0 ですね、うん、なるほど、ラジオミックス京都で、はい、いいっすね、覚えやすいな、周波数羨ましい、花丸と覚えていただける、はい、いい、いいな覚えていただければ。うちは悩むとか言われるんですけどもね、もう悩みっぱなしですよ、ずっと開業からずっと。いやいやいや、まあでも悩みはね、やっぱある方があって当然じゃないですか、うん、いや、まあ、ありがとうございます。そういうポジティブにね考えていただけると、はい、僕ももう明日も生きていきますよでも本当に、うん、でも開業から1年って今本当に大変な時だね。そうですね、俺もそういう経験があったからわかるけど、うん、本当駆け足駆け足 で、ね、はい、もう無我夢中って感じだもんな。そうですね、いや俺もね今振り返ると、まあ、9年近く前なんですけどもね、はい、やっぱ開局11月1日開局なんですよ、はい、冬の開局でね、うん、もうその年の暮れは一番厳しかったね。もう機材は整ってないから、もう本当に音が止まったりとか、夜中中もスタジオの中でもうジャンパーかぶって、もう寒い中、はい、ヒーターもないわけですから、寒い中もう1時間おきに CD をかけるとかね、朝まで。あ、まあ、番組もやっぱり今みたいに全部の時間帯にとかですよ ね、 ね、そうそう、そういうね時もありましたしね、はい、まあ、営業的にも苦しい時期もあったし、うん、まあ、多分ね、あの、まあ、どの曲であってもやっぱそういうのをね、やっぱクリアしながら来ると思いますからね。そうですね、まあ、今だから安泰ってわけじゃないですけども、今もそれぞれの役割の、ね、スタッフが頑張っていただいているからこそね、私はまた次のことを考えないといけないということで、まあ、そこもまた楽ではないわけよ。そうですね、先を見ることも、無から何かを生み出すっていう力ね。そうそうそう、うん、これはもう大変なんですけどね、はい、まあ、でも、まあ、この1時間のね、1時間11時からの、そうです、11時から1時間です。俺って被ってるじゃないですか明日。そうなんです、明日休み明日は、はい、交代していただいて、交代してもらって、はい、あ、なるほどね、
ああでもなんかもし機会があったらなんか電話中継とかラジオ中継一緒にやってもいいですね。そうですね。なんかせっかくこういう機会ですからね、はい、京都の話題とかをね、はい、こう同時中継なんかやったりして、そうですね、ぜひその沖縄の情報とかもね、いいねいいねいいねやりたいね、はい、ぜひなんかそういうね機会があったら、そうですね、ぜひ放送局長によろしく言ってください。わかりました。いやいや、まあ、全く同じ時間帯ですもんね。そうですよ、11時ですからね、水曜日の11時の時間帯ということでございまして、もうラジオミックス京都、まあ、京都に行くと、じゃあ北区というと観光地というと、どういうその放送エリア内として観光地だったらどういうところなんですか。放送エリア内は実際その北区、上京区主になんですけど、このチャンネル合わせて 87.0 合わせていただいたら、市内だったらどこにいても、はい、あ、じゃあもう京都駅ぐらいに着いたら、あ、もう聞こえます。あ、はい、なので、まあ、京都来られて、レンタカーとかでラジオを聞こうと思って、それ合わせていただいたら、はい、私の声が聞こえるという、はい、ぜひとも聞いてみたいもんですね。ね、ぜひ、観光とか、ね、何かご旅行いらっしゃった際には、ね、はい、北区というと、まあ、観光地的にはどうなんですか。金閣寺とか、あの辺か、はい、北の天満宮とか、あ、北の天満宮、はいはい、あとは上賀茂神社とか、お、そういう、ね、寺社仏閣が、お、そういう有名どころが、まあ、はい、集まっているところですね。なるほど、はい、アーミンさんは京都の出身。いえ、出身は大阪です。大阪、はい、ちょっとなんか京都っぽい感じではなく大阪っぽい感じがするよね。あ、そうですか。話を聞いてて、まあテンポ早いやん。あ、確かにね、確かに、ね、あーって言いましたね今ね。バレたかみたいな感じ。そうですね、京都の、ね、方、例えばホテルの方とかよくお話するとやっぱ地元の方もうちょっとゆっくりやもんね。そうです、はんなりとはんなりとね、おしゃべりされてますね。 そんなありますよね、はい、ちょっとこうせっかちなとこありますからね、大阪人は。どうしてもやっぱりそうなっちゃう、はい、周りがそうなので、ね、周りがそうなの、なのでなんかそのテンポに合わせていくと、やっぱよそに出た時に、うん、ちょっとあの人早いよなって思われてしまうんですよね。思われる、はい、なるほどね。ラジオミックスの方でもやっぱり京都出身の方の当然パーソナリティがいらっしゃれば、はい、やっぱりこうはんなりとっていう感じなんですか。そうですね、やっぱり違う。もう関西弁ってありますけど、うんうん、厳密に言うとやっぱり大阪弁もあれば京都弁もあるし、兵庫でも、ね、兵庫もね、神戸弁もありますから、うん、やっぱりその喋り方を聞くと、お互いは、あ、違う、こっちの人なんやなっていうのが分かる感じですね。なるほどね、はい、面白いね。いやでも1年っていうことなんだけども、はい、今大体どうなんですか、番組的な部分ではもう結構みんな入ってらっしゃるんですか、朝から晩までみたいな感じで。番組ですか、いえ、まだ、あ、まだまだそのパーソナリティもそんなに豊富ではないですし、なのでその番組持てる、できる数が限られてるので、帯番組として、朝の11時からの京都リバーサイドウォークと、午後3時からのグローカル京都という番組と、あと午後5時からのスプラッシュミックス京都っていう番組が、まあ、大人のパーソナリティといいますか、このラジオミックス京都っていうのは大学生と地域との連携でできたコミュニティ FM なので、まあ大学生のパーソナリティも積極的に取り入れようということで、夜の時間、その午後7時からは京都にはいろんな大学があるので、各大学生からそのゼミとして参加されてたり、はい、こちらがそのパーソナリティとして来られてる、出演してるパーソナリティも大学生パーソナリティもいますし、みたいな感じで、まあ、主に4本柱ですね。あ、なるほどね、はい、いやでも俺たちも開局の時もやっぱり帯からしっかり作っていってね、はい、やっていって、今はもう帯バラになってるかも、いやいや部分もあるんだけどもね、あんだけ、ね、駒があったら本当多彩な番組が、そう、番組が出てますから ね、もう素晴らしい番組からね、くだらない番組まで、でもそういうのがあるからこそ面白いっていう、ね、そうそういうことなのよ、本当にね、でもラジオってほら、なんていうのかな、チャンネルっていうよりも番組を聞きたいじゃないですか。そうですね、FM みたいなだから聞きたいとかっていうよりも、この番組だから聞きたいっていうことをね、リスナーさんがやっぱりね選んでくれるだろうと、その選ばれる番組をいかに多く作るかっていうことだと思いますからね、はい、まあちょっと今日はラジオ談義ということで頑張っていきたいと思いますので、はい、お付き合いください。よろしくお願いします。
お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ、今日のゲストは、京都ラジオミックス京都 FM870、花丸ね、はい、いいですね、俺もこんな読みたいなはい、ということで今日はね、DJ ネイマーアミさんね、はい、来ていただいております、毎週水曜日京都リバーサイドウォークというね、番組を担当しているということで、もう現役パーソナリティでございまして、なかなかパーソナリティをお招きしてね、こういう風にお話をする機会なんですけども、今回は3日間今日からね、はい、アミさんが、社会科勉強というわけではありますけども、このエフェンターに来ていただきましてね、ちょっとこうラジオっていうものを、もうちょっと別の視点から見てみたいということで沖縄まで、来ていただいて、本当にがっつり3日間ですよね、はい、遊ぶ気なしですね、なしですねはい、いやもうせっかくこんなところまで来させていただいたので、もう学べるものは学ばないと、うん、ああそういうことね、はい、せっかく来たから海行きたいとかじゃないんだ、じゃなくですね、いやもちろんそういう時間も取ってはいるんですけども、うんうんうん、この3日間はとにかく吸収吸収吸収で、はい、そうですか、ぜひお勉強させていただきたいと、何でも持っていってください、ありがとうございます、はいはい、ということでね、ラジオミックス京都、まあ、はい、京都市北区にあるということでございまして、まだ、1年というね、本当に出来たてほやなんですけども、でぜひラジオを聴く皆さん方、京都に行かれる際は、ラジオミックス京都、っていうものをね、ああ、FM に出てたなーっていうことをね、はい、覚えていただければ幸いだなと思いますので、私ももし機会があったらね、行ってみたいと思います。はい、ぜひお聞きください。はい、さて、まあ、ラジオミックス京都、まあ、アーミンさん自身は昨年、このミックスが、できたと同時に、まあ、パーソナリティをスタートしたってお話されてましたけれども、はい、そもそもは、そのパーソナリティ他でやってたわけではなかったではないです、もう普通の一般の方、そうです、一般の人でしたね、まあだいぶ遅咲きっていう、うん、あれなのかどうなのかあれなんですけど、うん、その小さい頃から、うん、ずっとラジオ、まあ、毎日聞いてるんですよ今も含めて、はい、若いのにね、よくあれだよね、テレビ世代じゃん、もうでも年齢的にそうなんですけど、うん、まあもちろん何がきっかけやったの、ラジオ聞く、あのね、中学生の頃に、はい、あのそれは AM ラジオだったんですけど、うんうんうん、なんかそういう中学生とかに人気の番組があったんですよ、これは夜のなんか関西ラジオ、あの関西地方のラジオ関西ではなく ABC ラジオだったんですけど、うん、とかね、はい、でそれがまあ本当になんていうんですかね、クラス、まあ、ほぼ全員じゃないですけど、うん、まあ、聞いてるのが当たり前で、なんか次の日に昨日あんなこと言ってたなとか、うん、あんな音楽が流れてたなみたいな話をする、そういう環境があったんだ、はい、ような環境 でその時に、うん、それこそいろんなお便りあるじゃないですか、うん、で今思うとですけど、うん、まあ、こういうパーソナリティされてる方って大人というか、うん、まあ、ああいうとこやったらアナウンサーやと思うんですけど、うん、そういう方がその中学生とかの悩みに結構真剣に答えてはって、うん、でその中学生の私からすると、うん、まあ、同じような悩みをこう投稿されてる方がね、うんうんうん、どっかの違う分からんけど同じ学生が誰か知らんけども、うん、その私やったら恥ずかしくてよう相談できないようなことを、うん、その恥ずかしげもなくこう、うん、恥ずかしげもなくお前なんやみたいな、そうそう、堂々と堂々とな、あの相談されてて、うん、でその時のなんか答えが、うんうん、自分の結構胸に響いたんですよ。で、あ、こういう職業っていいなって思って、で音楽とかもやっぱそういうとこからどんどん、うん、仕入れていくというか、はいはいはい、学んでいってたし、うん、で、まあ、そっからその AM ラジオではなくなって FM に変わってったんですけど、うん、まあ、やっぱりラジオって、うん、それこそ他の作業をしながら耳だけあればいろんな情報が入ってきて、私にとってはもう朝まず起きたらラジオつけて、まあ、なんか用意しながら常にまあ今日の天気であったりニュースであったり音楽であったりとかいうのをこう聞いてるのが当たり前になってって、でもそういうのがなんか自分もふとなんか あっち側というか、そういうなんか情報提供発信側になれたらいいなとは思ってたんですけど、やっぱり、うん、思春期とかになってくると、うん、怖さがね勝ってきて叩かれるんじゃないかとか、ああ分かるな、うん、なんかそういうのがね、うん、その恐怖が勝って、うんうんうん、私なんかがそのあれに耐えれるわけがないって思っても、うん、その夢にちょっと蓋をしてたんですよ、うんうん、でもまあそれこそ去年の初め頃ですかね、うん、にまあいやそんななんかずっとやりたいものがあるんやったら、うん、なんかなんでそれをしないのみたいなことでこう背中を背中押されて、はい、確かにってなぜか今になって思ってね、うん、なんで確かにやらずに諦めてきたんやろうって思って、うん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 、
って、ね、でちょうど募集してたのが、うん、その新そうですオープンとしてー、まあ、オープニングスタッフとして、うん、であなんか応募してみようかなと。あいいね。で、まあ、もうむちゃくちゃ熱意を持ってアピールしたんですよ、うんうん、あの本当に批判的やったんですけどね最初は、うん、えなんであの、うん、まあ年齢もあるんじゃないですか。そのやっぱ大学生を中心と考えてはるから。あそうか、この曲がね、そうです、コンセプトとして大学と の, そ の, あの、まあ、ミックスっていうかね、そういうことを考えてるから。なので大学生はフレッシュでもウェルカムですけど、はい、大人は、まあ、少人数でいいし、できれば経験者が欲しい、まあ、誰でもそう思うじゃないですか、まあ、それそうよね。っていうのもこっちも分かってたので、うん、もうこれは熱意を伝えるしかないなと思って、うんうんうん、まあいろんな批判的なこう質問ありましたけど、それを全部突破してですね、まあ、出し切るものは出し切ったと思って、うんうんうん、あとはまあ向こうのご判断やなと、うん、そしたらまあや、ね、使っていただけるっていうことになって、そこからこの今の道につながってるんですけ ど, どまあでもやっぱり開いてみたら、うん、こう想像というか、はい、やっぱいろいろ違いますよね。もうやっぱり楽しいことももちろんですけど、そのここに来させてもらった理由の一つでもありますけど、やっぱり全然違うじゃないですか。その世界も違えば、その内容というかこうどういう風にして回ってるのかとかね、コミュニティ FM とはとか、番組の作り方であったりとか、はい、その運営の仕方とか そのものも含めてね、まあ、そういうのもやっぱりコミュニティ FM ともそういう他の FM 局とか AM とかも、なんかそういうの役割ってありますよね。なんかそういうのとかもやっぱ実際にやってみて、ああこういう役割があってやってるんだなっていうことをまあ痛感しつつ、まあでもこの今のラジオミックスはまだ始まって1年で、本当に右もまあ曲自体も今一生懸命こう模索しながら進んでる中、私なりにできることは何なのかと、私も知らないことばっかりなので、なのでまあいろんなところにこう足を運んで学べることもあるでしょうし、それを生かしてその番組にしていくこともできるかなというふうに思ってるんですけども。いやでも別にその役員じゃないんですよね。違いますね。で、社員でもないんでしょ。ないです。普通にボランティアパーソナリティですよね。そうですね、はい。いやー、うちのボランティアパーソナリティに爪煎じて飲ませたいな。いやとんでもないです。いやでも私がそれぐらいやっぱ興味があるんですけど。いやでも素晴らしいです。それぐらい興味あるんやったら俺すぐスタッフに採用ですね。そうですか。まあ、いや金稼いでくれって言ってくれる。本当でもここがもし徒歩圏内じゃない、家から帰る距離なら、もう絶対に。いや本当ですよね、はい、沖縄引っ越してきたらねえ。いや本当まだね始まって、うん、ね、昨日ちょっとご挨拶させていただいて、うんうんうん、今日2日目になりますけど、はい、もうそれだけでもこの違い、うん、あそうですか。はい、なんかこう活気がすごいですよね、うん、いやいやまあね、まあ、とにかくやたらもう、まあ慌ただしいね。いやそんなあ、まあ、慌ただしいってでもいい意味で慌ただしい、うん、そのなんか、うん、パワーをやっぱり感じるので、うん、あそうですか。いや、うん、ここで働けたら楽しいやろうなって本当思いますね。いやいや、まあ、何でもそうやけど、例えば今ねアミさんの話の中でもやっぱり番組1時間やるためにやっぱりいろんな苦労があるやん、そこにはね。いろんなこう資料集めたりとかチェックをしたりとか、自分の生活の時間を作り上げたりとかっていう、そういうサイドラインの業務ってたくさんあると思うんですよ、はい、いろんなね、これは、時間的なものであったり物理的なものであったりとかも含めてあると思うんだけども、やっぱり仕事はみんな一緒よね。そうですね。やっぱり、うん、こうオープンにするときっていうのは、放送オンエアのランプがついたときっていうものはやっぱりそこは聞いてる人たちに楽しく、うん、でアミさんが、例えば FM タイムに来たときには、あいいように見られようってみんな一生懸命頑張ってると思うんだけどね。、うん、あなたが帰った後はもう何やかに分からんけど険悪なムードになってるとか。いやそれはないと思います。いや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 、まあでもね、うん、まあそういうね極端な話かもしれないけど、でもそういう見てくれもまた大事な部分ではあるんですよね。そうですよね、うん、どんな場所であったとしても、はい、人としてもそうだし番組としてもそうかもしれんけど、まあ、こういうふうに楽しそうに番組2人で会話してるかもしれないけど、 CM 途中で2人ただ黙っているだけとかね、そういうのが稀にあったりするわけですよ、うん、そういうのもまあいわゆるそのでも
ラジオっていうものは創作物であって、はい、やっぱり作り上げて届けるものですから、うん、はい、やっぱりいかに綺麗に見せるかっていうのがやっぱ大事 で、うん、そうですね、でいかに貴重なものとして届けられるかっていうものをやっぱりプライオリティをやっぱ上げていくのが僕は大事だと思うんですよね。だからそういう意味ではその裏が当然あっても、そうですよね、うん、そんな苦労があるからこそであって、やっぱり放送局としても当然中に入るとね、やっぱり夢見たパーソナリティとはちょっと違う部分が ね、まあ、ね、いろんな事情とかも入ってきますしね。そう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 、入ってくるから一緒に大人の事情がだと思いますよ、はい、でも、でもねそれはね、またアミさん自身がどう受け止めるかの違いで、いや私はラジオパーソナリティやから、そこは関与しないし、そこは皆さん頑張ってくださいと、私は1時間そんな時間頑張って放送しますからって割り切るのか、あるいはいやラジオミックス教頭なんとかこういう風にしたいとかいうようなね、そういう熱意って、まあ、今回沖縄まで来られるっていう、これ自腹でしょ。はい、もちろん。いやーすごいな、うちのパーソナリティが自腹で京都まで行って勉強しに行くやろうか。いや行ってたらびっくりするな、うん、でもここでやっぱり満たされてるっていうところもあるんじゃないですかね。その、まあ、私が別に満たされてないわけではないんですけど、うんうん、やっぱり発展途上だからこそ、あーなるほどね、やっぱりそれを学びたい、外から外で学びたいという、はい、うん、いやでもこれはねある意味ね今の若い社会人の方々にもねこのモデルっていうものをしっかり学んでもらいたいですよね。いや、いや与えられた環境だけで、はい、学ぶわけではなくて、与えられた環境をベストに、うん、やっぱりやっていくためには違う目線でね自分の仕事を見てもらうっていうか、うん、見ていこうっていうこの意思っていうのかな、それは持ってほしいなって思うよね、うん、例えば一つ事例が言ったら、私たち FN団のスタッフがまあここで仕事をしてるんだけども、はい、じゃあ外で仕事をして FN団で働いてる自分を第三者的に見てもらうっていうことによって、やっぱりこう、あ、もっとこうしなきゃいけないなとか、うん、ここは、これで十分やなとかいうのも本当にね自分を評価するのも大事かもしれないし、そういう企業間のそういう交流っていうのも今後あってもいいかもしれないなって思いましたね。うん、ある意味またラジオミックスとなんか関わりができたら、そうですね、面白いですよね。はい、はい、ぜひまたね、そういう話もやっていきたいと思いますが、まあ、これからのラジオミックス。
お送りしておりますユンタンジャデバンですよ。本日は、ラジオミックス京都ね、そちらの方から、OJT 企業研修で来ていただいておりますパーソナリティのアミンさんでございます。よろしくお願いします。後半に入りました。はい、まあ、でもね、先ほども、ミックスのラジオミックス京都のことであったりとかね、まあアミンさんがパーソナリティをね、どうしてパーソナリティになったのかっていうこともちょっと伺いながら、はい、話をしたわけなんですけれども、まあ、1年、まあ、アシスタント時代からやってきて、どうなんですかね、このこれからの、はい、アミさんはどうしたいということでこのエフェントの方に来たのかなって。そうですね、うん、やっぱりここの読谷さんとの共通点っていうのは、うん、地域のためのコミュニティ FM っていうところだと思うんですけど、はいはいはい、まあこちらに来てみて改めて感じたんですけど、うん、やっぱりすごく必要とされてるなっていうね、うん、その皆さん、聞いてらっしゃる方もすごい、うん、多いというか、はい、でこれをこの、まあ、私じゃないですけど、うん、正直その現代というか、まあ、大阪の方とかでは、うん、まあ、あんまりラジオを聞いてる人っていないんですよね、うん、朝はテレビ見て、はあ、そうですね、まあ、そっからニュースこそ学んでみたいなで、うん、出勤するみたいなのやと思うんですけど、うん、まあ、ここの方は、うん、まあ、この読谷から発信される情報をもとに、うん、こう生活をされてるっていうのを、はい、まあ、今ラジオミックス京都ってまさにそういうことも担ってると思うんですけど、うんうんうん、まだその部分が不十分であると、うん、その地域の方とのつながりもまだそんなに持ててないですし、うん、で何を求められてるかっていうことも正直ちょっとまだあまり把握できてないのが現状なので、そのどういうふうに、まあ、こういう必要とされてるものを、うん、そのしてる側とこ、ね、こっち側と の、うん、そのギャップみたいなものをどうやって埋めてらっしゃるのかとか、はいはい、そういうのとかも学ん知ってみたいなとかいうふうにも思いますし、うん、それこそこう、まあ、時間をかけて気づかれてこられてる関係だと思うんですけど、うんうん、まあ、どういうふうにしてそういう環境を築いていかれてるのかなっていうこともやっぱりこう肌でちょっと感じてみたいなというふうに思いますね、うんうん、まあ、まあ、地域のためっていう部分で一番分かりやすいのは行政ですよね、はい、あ、そうですね、うん、議会、うんうん、行政や議会がどういうことを、例えば議会がどのようなものを行政に求めているのかということであったりとか、それ一般質問とよく出てくるじゃないですか。でそんな中が地域の人たちの声なわけですよね。僕は結構これはよく聞いてます、うん、で道路が混雑してるよとかっていう話、一般質問で議員の皆さん方が行政になんとか道路拡張できるのかいっていう話になっていけば、俺が考えたのはじゃあテレビカメラを設置してで、1台でも車を少なくしようじゃないかと、混んでる時代は今混んでますよって言えば、今行かなくてもいい人たちだって中にはいるはずですよ。そうですよね、絶対今という人たちだけじゃないと思うから、うん、1台でも2台でも減らせば赤信号1個早く抜けるかもしれないです、うん、そうですね、そういうことを考えて今、モニターを私たちも設置させていただいた、これは地域のためにですからということでご協力をいただいて、設置にも、各事業所の皆さん方に協力していただいたということをやって、一般質問を通してやっぱり地域を知るということも僕なんか学ばないといけない。やっぱりこう行政もやっぱり地域の村民のために、そうです、ね、FM タンもやっぱりスポンサーや村民だしリスナーのために何か、このベクトルは多分一緒だと思うんです、はい、だからミックスでも多分同じだと思うし、そうですね、京都北区下京区上京区、はい、の方々が何を求めているのかということをやっぱりしっかり伝えられれば、そこは一番分かりやすいんじゃないのかなと思うし、あとはやっぱりこうスポンサーさんやリスナーさんのねコメントアウトをしっかりと行政にも届けられるような、この行政とのパイプ役っていうのが一番 FM タンにとって大きかったですね。行政とのコミュニケーションはもうとてつもなくやってますね。
それはリスナーさんから、うん、その行政に伝えたいことをこちらにメッセージを送られるってことですか、うんうん、そういうルートは作ってはないです。でも来るじゃないですか。へ、うん、昨日ねあそこ行ったらこんなんやったっていうふうなメールがパーソナリティ向けに来たものを僕たちはそういう情報を得てるわけだから、じゃ あ村長この前リスナーの方からあの道路こんなでしたよって言ってましたけどって言うから、あそうなのと、じゃあ土木課にちょっと確認させようねとかあったり、観光客の皆さん方からメールが入りましたって、はい、こんなところ素晴らしいって言ってますよっていうことを商工観光課に伝えれば、あそうなんや、じゃあ英語表記も作らなあかんねっていう風になったりとか、いろんなその情報の交換をどこが担うのかっていう。だからもちろん行政は窓口ね、例えば総務課とかそういう受付案内とかいろいろあるかもしれないけど、はい、難しいよね。難しいです。なかなか区役所まで行って言うっていうのは言わないですよね。よっぽどね、うん、まあ、言いたくありませんけど、よっぽどの人じゃない限り行かないですよ、うん、そう思います、うん、普通の人はまあええやもうどうせ治るやろ後でみたいな、うん、どこか他人任せになりますよね。そうそうそう、他人任せになるや、うん、でもラジオのメールってどうやん。確かに言いたい放題来るでしょ、うん、そうですね、うん、言いたい放題来る。でもねリスナーさんっていうのはあの文句言いたいがためにメールを送ってる人たちはほとんどいないんですよ、うん、みんな自分の生活をやっぱり もっと良くしてもらいたいとか、うん、もっと楽しみたいからっていう方々が多いじゃないですか、はい、でそういう方々の声をどん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 僕なんか受け入れてるわけだから、一人一人の意見っていうわけじゃなくて、うん、FM団のラジオを聞いてる人たちの意見としてやっぱりこう議員の皆さん方にこんな話がありましたよって、うん、これも一般質問であの農業のなんかなんとか言ってましたねって、マンゴーの話してたじゃないですかって、マンゴー農園の方からこんなメールありましたよっていうことを伝えたりとかすることによってやっぱりこう意思の疎通が図れれば地域の声に応えることができる、うん、そうですね、うん、直接 FM 団がやることはできないかもしれないけど、フェンターを通してやっぱり議員の皆さん方が頑張っていただいたりとか、行政の皆さん方がやっていただいたりとか、だから逆もあるんですよ。僕がねこの開局してからね、3日後の時か、一番最初に第1回目の番組の時に話したの一つあるんですよ、はい、僕なんか読谷祭りっていうすごいどでかい祭りのね、はい、会場で開局をさせてもらったんだけども、僕なんかもう開局したことで一生懸命でもうそれで終わっちゃってるんだけど、うん、この夢田祭りも終わってね、月曜日の朝の11時この番組で、はい、朝びっくりしたのはね、俺片付けにあの機材のね、はい、撤収に行った時に役場の職員が朝7時半ぐらいからもう周りを掃除してるわけですよ、もう何十名の人たちが、はい、俺たちはさ祭りっていうとさ本当にもう飲んでワイワイして終わりや、うん、でも彼らは読谷村の財産のこのグラウンドをまた今日使う人のために綺麗にしてるわけですよ、うん、役場職員が、はい、僕はこれ朝これ見た時に感動して、こんなことって僕は何十年も読谷に住んでて知りもしなかったわけですよ。こんなに頑張ってる俺たちのためにね、はい、頑張ってくれてることを、役場職員って当たり前かもしれないよ、そう言えばね公僕やからって、あなた方は俺たちの税金で働いてるんでしょって言えばそれだけかもしれないけど、でもそういう思いがあるからこそ私たちは安全安心な地域として暮らせるわけで楽しく、そういうことをじゃあ誰が伝えるべきなのと思えばさ、エフェミタンをやってる俺がしかいないわけですよ。そうですよね、役場職員が僕たちは掃除してますから褒めてくださいっていうわけにいかないわけですよ。いかないですね。そういうことをやっぱりコミュニケーションをお互い取ることによって事実をしっかり伝え合う努力、村民の声も行政に、行政の声も私たちがやっぱり地域の皆さん方に届けるっていうことによって情報の共有がなされるっていうことになるんじゃないかと思うんですよね。これはどこの市町村のどこのコミュニティだって僕は同じ仕組みにするべきだと正直思う。そのクッションって絶対にいりますもんね、うん、そうそうそう、クッション的役割ですよ、ね、え確かにね、そういうふうになんかこうリスナーというか組の方から、うん、思ってもらえる存在になれたらなと、うん、ねね、今ちょっとまだそこまでいけてないのが現状だと思うので、うんうん、ね、でもこれはねどっかからやらなきゃいけないさ。そうですね、あの恋愛も一緒でさ、はい、誰かが愛してますって言わないと始まらないわけよね。確かに、うんうん、
どっかが言わないといけないわけよ。でそれをじゃあリスナーから言うの、エヴェンタンから言うのっていう、うん、まずはじゃあ俺たちから気づいたことを伝えようって、うん、伝え続けていけばリスナーの方からエヴェンタンさんこんなことも村長さんに言ってくださいよとか、うん、議員さんに言ってくださいよっていうようなことがやっぱり来れば、うん、あそれはやっぱり僕なんかも伝えるし、そういうことをやっぱやっていくことによって、あ役場には電話なかなかしにくいけど、ね、エフェンタンには言っとけみたいな、うん、あそのなんていうの、そのがっつり回答を求めるわけじゃないですか、うん、エフェンタンに行ったのにまだこの道直ってないんだけどって怒るやつはいないわけですよ、うん、そうですよね、はい、うん、でももしかするとこの声が届いてくれれば、うん、いつか子どもたちが通る歩道が綺麗になっていたりすると、あ行ってよかったなって思う時が来るはずなんですよね。そうですね。わかります。なんかすぐに効果はなかったとしても、うんうんうん、あの時言ったことがこういう風になったんだって、そうそうそう、やっぱそれが分かると嬉しいですもんね。うん、そうですね。それはやっぱりね、さっきアミさんが言ったみたいにやっぱり少し時間はかかるかもしれない、うんうん、でも俺たちも今だからこうやって言えるんであって、開局1年の時にそんなことを言ったって何言ってんだお前らかってやっぱり言われてたかもしれない、うんうん、今いうこういうポジションにおかげさまでね、やっぱりいらせていただいてるから、やっぱり偉そうなことも言うかもしれないけれども、やっぱりベクトルは絶対村民のためにっていうのはありますよ、間違いなく、ね、うん、これはもう絶対だから、時にはもう大赤字の中継かもしれないけど、これはやるべきでしょっていうようなことはやったりとかしているし、はい、当然お金がもらえるときはそれなりに一生懸命頑張っているつもりでもあるしね、やっぱり会社が運営成り立たないと、ここが赤字になって倒産したら読谷村民のマイナスだもん。そうですよね、うんうん、もう情報得られないんだから。そうですよ、橋渡しっていうのはやっぱり、うん、なんていうかこう三者三位一体じゃないですけど、うん、これがないと、うん、やっぱりか伝わらないですよね。そうですね、うん、まあ本当に広報誌っていう読谷村もね、広報読谷っていうのがあるわけなんで、月に1回発行されている。でも発行するにあたっては2週間前3週間前の情報を発信するしかないわけで、はい、まあ、今やもうホームページとかありますけども、そういうものを見られない方々もいらっしゃる。うん、そうですよね、先ほどアミさんが言ったようにラジオっていうのは仕事しながら、車運転しながら、移動しながら、あるいは村民以外の地域の方々も、はい、あ読谷村ってこんなことしてるんだって、うん、何 FM 端にラジオミックス京都から研修に来てるんだってっていうことだって、もうある程度のリスナーの方々は気づいてるはずなんですよね。うん、そういうものもやっぱりこの FM 端がなければ、どんなに、株式会社 FM 端に研修来てるからといってラジオがなかったら誰もわからない。そうですよね、うん、まあ、その情報が必要かどうかは別としてもね、やっぱりこう 何につけやっぱり情報を発信する力っていうのはもう持っておかないといけない。今時代がそうなってる。そうですよね、もう個人がネット上にどんどん情報発信できる時代になっているのに、はい、行政とか団体企業が発信しなければ、もう個人に置いてけぼりになりますよね。もうなってるじゃないですか、はい、個人でネット上で何億も稼いでる人だっていく、いますもんね。一人でやってる人がいるわけですよ。昔なんか考えられない、一人でこんな稼げるようになって、はい、まずは企業会社を立ち上げてっていうのが役割だったけど、今はもうそういう時代ではなくなってきてる。それを考えるとコミュニティ放送局としては本当に必要不可欠であるっていうことを、僕なんかはもっと責任を持ってやっぱ感じておかないといけないかもしれない。確かに、なんかこんなに個人がいろいろできるのに、うん、それでもやっぱり個人が行政に直接メールとか、なかなかしないですもんね。難しいね。コマーシャルです。はい、
お送りしております、ユンタンジャ出番ですよ。いや熱く語りますね、ラジオ談義アミさん、はい、今日は、京都の方からね、企業研修としてペンタンの方に今日から3日間入ることになりました、ラジオパーソナリティ、京都ラジオミックス京都の方でですね、毎週水曜日、京都リバーサイドウォークという、帯番組を、担当されているということで、明日は休みということでございます、はい、明日はちょっとこちらで研修がありますので、はい、ここからやればよかったな。そうですね、中継でまあまあまあ、そんなわけでございましてね、先ほどはちょっと熱く語ってしまいまして大変失礼いたしました。いえいえ、はい、いやもうザ、なんかこう本当にコミュニティ FM とはっていうことをこうお伺いできて、いや本当に勉強になりましたね。まあ、でもね、本当に地域の方々の声をやっぱり真摯に受け止めながらっていうことで言いますけれども、はい、まあ、それはまあ極端な言い方するかもしれないけど、綺麗事で、でももっと主観的に僕たちがこうしなきゃいけないっていうことをどんどん出さないと、はい、うん、やっぱりそれに対してやっぱり地域の皆さん方がこうしてくれとか、こんな事件やろっていうのをことをやっぱり言ってくれる。それがないと ね、確かに、うん、やっぱりこう地域の皆さんのためにって言っても地域の皆さんはなかなか言ってくれないですよ。そうですよね、だって番組にメールを送るっていうのは大変なことですよ。いや思います、よっぽどのことじゃない限り、本当にだって県域の放送局だって、何百万人っていう県域のリスナーさんの中から何十件でしょ。うーん、コミュニティ放送局でうちなんか読谷村で4万人しかいないですから、はい、日本一人口の多い村といっても4万人ですよ。お隣近所が合わせたってうちの、公共的なリスナー人口っていうのは5万ちょいですから、はい、そんな中で番組をさせていただいてるわけですから、いかにじゃあローカルに徹するかっていうのが僕なんかのやっぱりこう生き様みたいなものになってしまう。だからこそ良さもありますもんね。そうなんですね、確かにね。だからミックス京都の部分ではやっぱりどういうふうな自分たちのやるべき方向なのかっていうことはやっぱりこう、まあ会社の、ね、役員の皆さん方であったりとか、はい、パーソナリティの皆さん方っていうものがもっともっと自分たちの、放送っていうことに対してどんどんなんていうのかな、話し合いを持つべきかなと思ったりもしますね。そうですね、まあでもね、今回まあこういうふうに、はい、来る機会ができて、はい、材料は得ることができるじゃん、はい、それをどうアウトプットするかですよね。やっぱりこうイベントはこうだったんだよって真似するできるところは真似しても全然いいと思うし、はい、僕なんかも全然こう情報提供はできますから、でもじゃあ京都としてはどうすべきなのかっていうことをそれを材料にしてね、やっていけたらもっと良くなるんじゃないかなと思います。そうですね、うん、本当に俺も開局1年の時にもしかするとこういう9年10年の先輩放送局とこうやってもしね、はい、僕がアミンさんの立場でできたんだったらもっと良くなったかもしれない。いや、ねえ、確かに。もう必死だもんね、やっぱり1年の時って。そうですよね。いや、必死ですよ。だから本当ね、役員の皆さん方大変だと思いますよ。思いますね。本当にどうしたらいいんやろうって、リスナーを増やすのどうしたらいいんやろうっていうことで、やっぱり常に僕もそうだったけど、売り上げ上げることとリスナーを増やすこと、もうこれはもう本当に最大でしたからね。そうですよね。それがやっぱり一番多かった。リスナーさんも増やしたいって思ったからって言って聞いてくださいねって言って、じゃあ聞いてくれるかってそうはいかないですしね。簡単にはね。ね、まあ、それはいろんな仕掛けをね作らないといけないんで、まあ、そういう話もまたね今後ね、はい、3日の中で、まあ、私たちがやってきたことがあると思いますので、それをまた少しでも学んでいただければいいなと思います。はい、ぜひお願いいたします。まあまあ、いろいろとね、ラジオ談義ということでお話させていただきましたけども、まあ、アミさんは、まあ、やっぱこれからもずっとこうやっぱり夢であったこのラジオパーソナリティとか、はい、こういうのをこう本当に仕事として、はい、今ボランティアパーソナリティとして番組やってもらってるんだけど、やっぱこう仕事としてやっぱりやっていきたい。そうですね、私もなんか伝えていきたいことももちろんあるんですけど、うん、何を一番伝えたいかっていうと、うん、私自身がそうだったように、うん、なんか人ってなかなかこう本当はこうしたいとか、うん、いろいろ思いがあっても、はい、やっぱ行動に移すっていうのがなかなか難しかったりするじゃないですか。うん、で、それをやっぱりその
どんな言葉が響くとか、うん、なんかどんな曲が響くとかって、まあ、その人のそのタイミングとか、その、まあ、誰が言うからとか、いつやからとか、いろいろあると思うんですけど、うん、まあ、それを、まあ、自分がそういう風になんかきっかけになるような、うん、まあ、行動ももちろん示していきたいと思いますし、うん、そういう機会とかを提供できたらなっていうふうに思うんですよね。うん、そうですね。やっぱりこう私もこの番組をやっていて思うのが、やっぱり皆さんね、発信したいっていう人たちはいくらでもいるんですよね。うん、でもその場所がないっていう意味で、僕のこの番組はいろいろとね、スポンサーさんも含めてなんですけども、やっぱりこう情報発信の場として使ってくださいということでやってるんですけども、やっぱりこうどこで何がヒットするかわからないわけですよね。でアーティストの方であったり、そういう方々も、あ、この人こんな楽器弾いてるんだとか、あ、この人こういう思いで会社作ったんだっていうこと、なるほどって、やっぱり人を好きになるっていうことが、やっぱりこう企業やものっていうものにつながっていくだろうし、今ってそうじゃないですか、なんていうの、この人が好んでるものっていうものとか、この人が、これを食べてるからとか、そういうものにやっぱりまずは真似事じゃないですけど、そういうものを一番簡単にその違うジャンルに入りやすい窓口になりますよね。そういう意味ではラジオパーソナリティっていうのは、確かにアーミンさんが、あそこのカフェのなんとか美味しいよねとか言うと、あ、アーミンさんを知ってる、いつも話を聞いてる人は、あ、その 私と同じぐらいの世代だから味が合うかもしれないって思ったりすると、やっぱりそれを、私も真似して行ってみたいなって思ったりする。そういうものをね、ビジネスにつなげていったりするっていうのもまた一つの運営の仕方かもしれないし、まあいろんな形でその相手にきっかけを与えるっていう意味では、ラジオパーソナリティの役割っていうのはすごい大きいと思う。そうですよね、大きいと思います。なので、まあ、まだまだ模索しながらですけども、なんかそうやってこう人、その、まあ、聞いてるリスナーの方にとって、まあ、聞いててよかったなっていうような、うん、そうですね、はい、まあ、情報だけじゃなく、ね、ちょっとした気づきであったりとか、はいはいはい、あ、そういうことも本当に、もうちょっと発信していければなっていうふうに思いますね。まあ、おそらく自分自身が過去に体験したことを誰かにまた求めているかもしれないですね。でもそれがね、一番分かりやすく、また、自分が行動しやすいことかもしれないから、中学生の子どもたち向けに、なんか悩み相談室をやっていたりする、アーミンさんがまた3年後か5年後にいるかもしれないですね。確かに、いや、そういうのはきっと楽しくやってると思います、そこを忘れずに、今はいろんな形でね、番組を勉強していけばいいんじゃないかな。そうですね、やっぱりやりたいことをね、やれるような、そういうところを未来系をしっかりと、キャッチしておいた方がね、ちょっと苦しい時も頑張るんじゃないかなと思いますので。確かに、私あとアラサーの方とかね、そういう方の応援っていうのもめっちゃしたいんですよ。どういう応援の仕方があるんだろう。いや、仕事にも悩み、恋にも悩み、いろいろあるじゃないですか。その時代はね。そうです。そこはそこでね、オリジナルな悩みがあるわけなんですよ。でそういうのを、まあ自分はなんか特殊というか、私には無理とかね、なんかそういうのを思いがちな人が多いと思うんですよ。まあ自分もそうやったんですけど。本当自分のことやね。そう。でもそうじゃないっていう、のに、なんか、あ、でもやってみようかなとか、言ってみようかなとか、なんかそういうちょっと背中を押せるような、一言、まあラジオなんで声からしかちょっとお伝えできないですけど、ができたらなっていうふうにも思ったりします ね。いや、でも確かにね、そういう機会をラジオっていうのはもしかすると、作れる時間かもしれないね。やっぱりこう、名前も言わずにラジオネームでいろんなことを相談ができたりとかね、本当に同じような境遇の方々が、たくさんの方々が聞いていただいてるっていうことで、もしかするとアミンさんが答えなくても同じリスナーさんが ね、私もこうやったよって、この時こうしたよっていうのね、アドバイスがあるかもしれません。私じゃそんな架け橋になれればいいなと思いますね、はい、今日のゲストはラジオミックス京都から、アミンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。